セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチは、スペイン・カタルーニャ州、リエイダ出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。SS ラツィオ所属。セルビア代表。スペインのカタルーニャ州ルイーダで、セルビア人のスポーツ一家のもとに生まれた。父親のニコラ・ミリンコビッチは当時サッカーのプロ選手として活躍していた。母親のミラナ・サビッチは、プロのバスケットボール選手だった。弟には、 ゴールキーパーとしてプレーするバニャ・ミリンコビッチ・サビッチがいる。セルゲイは父親がポルトガルでプレーしていた時にスポルティング CP でサッカーのキャリアを始めた。セルビア国籍に加えスペイン国籍も所有している。FK ボイボディナの下部組織出身。ミアトガチノビッチ、ネボイシャ、コソビッチと共に国内のユース選手権で2回タイトルを制覇し、対等した。 2012年12月16日に3年契約でプロ契約を締結。2013年11月23日の FK ヤゴディナ戦でトップチーム初出場したもののアウェーで3から0の敗北に終わった。2014年3月9日の FK スパルタクスボディツァ戦で初得点。2013から14シーズンのセルビアスーペルリーガでは13試合3得点の 結果となった。また同シーズンのセルビアカップを制した。2014年6月に5年契約で、KRC 変クに遺跡し背番号20番を背負った。8月2日、ホームのサークルブルフヘッセンで、初出場。2015年1月18日のスポルティングロケ連戦で、初得点。2014から15シーズン、ジュピラープロリーグで24試合に出場し後得点の、 結果を残した。2015年7月31日には SS ラツヨに移籍。同年8月18日の UEFA チャンピオンズリーグ2015から16予選のバイエルレバー空前戦で初出場。9月17日の UEFA ヨーロッパリーグ2015から16グループリーグの FC ドニプロ戦で初得点。セリエ A では 翌2016年1月9日のアクフ、フィオレンティーナ戦で初得点。2017から18シーズン、リーグ戦12ゴールを決めるなどの活躍で、セリエ A 年間ベストイレブンにも選出された。2018から19シーズン、コパ、イタリア決勝アタランタ戦では、決勝ゴールとなるヘディングを決め優勝に貢献。また同シーズンのセリエ A 最優秀 MF にも選ばれた。 2019から20シーズン、チームの好成績に貢献し、12月のセリエ A 月間最優秀選手賞を受賞した。セルビア U-19 代表として UEFA、U-19 欧州選手権2013に出場し優勝。5試合中4試合でフル出場し、決勝のフランス戦でもフル出場した。 U-20 代表としては 2015FIFA U-20 ワールドカップに出場し、中心選手の一人として活躍。その活躍によって、ブロンズボールを受賞した。2018FIFA ワールドカップでは、セルビア代表に選出され、グループステージの参戦すべてに出場した。2020年10月8日、UEFA ユーロ2024戦プレイオフのノルウェー戦で、 代表初ゴールを含む2ゴールを決め、2から1での勝利に貢献した。その身長から空中戦に強いほか、高精度のフリーキックも持っている、セントラルミッドフィールダーである。パスの裁きに優れ、相手守備陣の背後に送るロングボールの精度も高く、チャンスを演出する。得点力に優れ、直接フリーキック、高精度のミドルシュートも、武器としている。 このように攻守で高水準のプレーができる万能型 MF。スポーツ一家で、父のニコラ・ミリンコビッチは、元サッカー選手で、スペインのウェリエイダなどでプレーした。セルゲイはニコラがウェリエイダでプレーしていた際に、スペインで出生したため、スペイン国籍を保有している。母のミラナ・サビッチは、プロバスケットボール選手で、弟のバニャ・ミリンコビッチ・サビッチもセルビア年代、別代表経験のある。 サッカー選手である。代理人は、元セルビア・モンテネグロ代表のマテヤケ・ジュマンが、務めている。ありがとうございます。